速稼塾の久保です。今日の相場解説ですけども、昨日の夜に引き続いてね、昨日の夕方に引き続きまして、下落のことをねちょっとお話していこうかと思います。全てテクニカルでお話してますんで、テクニカルが理解できていれば今回のはしっかりと取れてると思いますし、私のね相場解説を見てるってことは、テクニカルをマスターすることを、求めてねご覧になってると思いますので、ファンダメンタルは一切忘れてください。私もファンダメンタル全く意識してませんし、心の中に思うことがあっても表現ではね、出しません。仮に出すことがあるとしたら、ファンダメンタルに限って言えばというふうなね前置きを出して言うことになると思います。もしくはですね、先日みたいに8月28日安倍総理の辞任会見がある前後は全く相場解説をしないという方法で、挑んでまいります。これからもねテクニカル重視で生かしていただきます。私は 99% テクニカルだと思うんですけどね。それでは今日もね相場解説の画面を見ながらお話していきましょう。はい、ご覧のように見えているのが今ね1時間足なんですけども、大きな下落がありましたよね。大きな下落がここにドーンと起きています。これは私が予測した通りではあるんですよね。動画の方でもお伝えしましたけども、収束してブレイクするよと。収束というのは要するにこういうふうに収束していって、ギザギザがこう起きてくるじゃないですか。ギザギザがどんどんね、上下のボラティリティが小さくなっていって、これはいつかブレイクするよと。ブレイクするとしたら上か下なんだけども、私は下だと思うんだよということで、下に向けてねエントリーしていって、106円終わったあたりで、105円の965あたりでエグジットしたということになります。そのあたりも放送しましたよね。でこちらの方束がだいぶできてますよね。この束注目していただきたいんですけども、これは別のカリキュラムでもすでにやりましたけども、陰線陽線、陰線陽線と同じぐらいの幅の陰線陽線が並んだ場合、これはですね上昇に向かう可能性が高いんですよ。上昇に向かう可能性が高いってわけですよ。でちょっと上がってますけども、これは上昇に向かう可能性の高い上昇、ほら上昇したでしょっていうふうなレベルのものではありません。上昇に向かうっていうのはこのぐらいのことをね言うんですよね。このぐらいの陽線ができたときに、ほらやっぱり言った通りでしょになりますけども、今回はだからその強い上昇には当たらなかったのかなというふうに思ってます。まだ分かりませんけどもね、陽線の2本目がまだ未確定ですから、あと 3,4 時間経ってみないとそれは何とも言えません。ということで1時間で大きく下に動いたということは相場解説の通りでございます。これは取れておいてくださいね。繰り返しますけども、これ取れなかったらテクニカル理解できてないってことになると思います。テクニカルがある程度理解できていて、しかも私の相場解説を見ていて、この30ピップスが取れないってことは、ちょっとね今までのやり方を振り返って考えた方がいいと思います。でこれ何も取れなくなりますよ、こんなこれが取れなかったらね。今振り返ったら確かにいいと思うでしょ。取れてない方、取れてる方はいいんですよ。取れてる方も結構いらっしゃると聞きましたんでね。では4時間の方を見てみましょう。通常はデイリー4時間1時間というふうに大きな波から見ていくんですけども、今回はね逆に、この1時間の、ね、相場解説を優先しましたんで、1時間から見ていくという形になります。じゃあ次4時間の方を見ていきます。はい、4時間の方はこうです。移動平均線の話を4時間でしました。移動平均線は上の方に向かってるんだけども、それが横ばいに入ってね下になるんではないかなってことをお話しましたけども、まさにこれ3本ともグッと折れて下に行きましたよね。ですんでこれがですね1時間の影響が出ているってことになると思います。これがねダブルボトムが出てるところなんですよね。ダブルボトムの何ですかね、2つ目がこれですからね。1個目がこっちの方にあります。ここちょっと画面切れてますけども、今日はダブルボトムから上昇に向かい、上昇が大きな時間軸に負けて下に行くわけですよ。大きな時間軸ってのはウィークリーです。でウィークリーが4時間の時間軸にどうやって影響するかってことをこれからねちょっとまた解説していきます。これも何回も申し上げましたけども、デイリー見てみますね。デイリーはすでに横ばいなんですよ。要するに1時間4時間の方向に影響を受けつつも、さらに大きな時間軸ウィークリーに影響をねもろに受けますので、下落に向かう途中の横ばいなんですよ。ちょっと前まではね上昇一辺倒でいけてましたし、上昇要するに倍でずっと毎日のように取れてましたよね。毎日私が相場解説するたびに買いですよ買いですよって言って買いでずっと取れてたと思うんですよ。その買いの勢力がだんだん終わってきて売りに転換するってことなんですよ。なぜならね、買いでずっと取っていっても、その、利益を確定する人っていうのはある程度のところでだんだん買わなくなってくるんですよ、ね、それからこの辺で転換が起きるんじゃないかなと、下落に向かうんじゃないかなっていうふうに、
勝ち続けてる人は考えるんですよね。ですんで買い控えを起こして今度は売りを考えるんですよ。そういうふうな上級トレーダーの意思が働くんで、上昇ずっとありえないんですよ。今度は下降に向かうってことなんですよね。その前触れとしてこの1日足っていうのは横ばいになってるってことです。さあ長期の目線で見るとどうでしょうか。最後にウィークリー見てみますね。長期の目線で見ると今はこうやって売り場なんですよね。実は下がってるんですよね、で買いの時っていつ起きるかっていうと、もうこれは何回目も見ましたね。ここの線に当たった時ですよ。100円の290あたりに、何年も前からそうですけども、ここに当たった時っていうのはまた大きな買いにね向かうんですよね。ここもそうでしたね。ここもそうでしたね。その前もそうですよ。その前もほらね、ここもこのプライスに当たった時には上に向かうんですよね。それが仲良くこういうふうに更新してるわけなんですよ。はい、ということで今ここですね。今下落に入っているところが104円の290、このラインに当たって上昇するかどうかっていうところを固唾を飲んで見ているこの1週間足なんですよね、ですからね、年末年始あたりに上昇に向かうんではないかなと思います。もちろんね、大きなファンダメンタルがあってドカーンとね下に下がったりとか、ドカーンと上に上がるとまた事情変わってきますけども、おおよその展望は以上お話した通りなんですよね。はい、ということでね、今日も相場解説をお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。テクニカルがね、やっぱり分かっていなければ今回の下落取れていないですよ。で、逆に言えばね、今回の下落が取れていないってことはね、これテクニカルが理解できてないってことなんですよ。テクニカルが理解できていて、しかも私の相場解説があって、このね、大きな下落をお話ししていたのに取れてないってことはなかなかないと思うんですよ。さあ、どうでしょうか。では、今後のね、展開もちょっとお話ししましたんで、以上でよろしいですかね。はい、では本日も以上でございます。またお願いします。